負け、巨人ファン、捨て試合。しゃあない赤星はこんなもん。最後に岡本明弘にホームラン出たし、負け試合の中では最高やな。赤星って強みあるの？なんもなくない？赤星が悪い、ど真ん中か完全ボール球しか投げん。投手3人で済んだ奇跡。明弘の一発の後にあっさり、凡退した奴らは何なんだよ。赤星を記憶から消し去れば、平内菊池高等、明弘ホームランで両試合や。岡本明弘にホームラン出たし、実質勝ちやろ。中田帰ってきてくれー。すがすがしいほどの、負け試合黒星に軍行け、平内の方がマシじゃ。平の勝ちやから実質勝ちや。最後にええもん見れたし許したるわ。中日が勝てばええクラスっしゅや。赤星が打たれただけならまあええかって感じや。ぶっちゃけチームの勝ちより、明弘の躍進の方がこじれる、負け惜しみではない。赤星メンタルじゃなくて、普通にうんこやん桜井よりマシなだけ。中日よりマシ。原巨人で負けからいい、ポイントを見出せる試合は貴重。巨人、このまま勝って、貯金増やしたいわねちな今日は、今季全敗の愛が現地や、すみませんでした。赤星って、去年、評論家がすごいとか絶賛してたのに。やっぱ弱いな。何が優勝だよわらわら。